ことぶき県は中華人民共和国安吉省愛南市に位置する県。安吉省の中央部、ワイガの南岸に位置しており、国家歴史文化名城に指定される古い町である。旧称は、エイ、樹春といい、南北交通の要祥であり、古くから、陛下筆葬の地であった。その首都であり、翡翠の戦いの古戦場ともなっている。ことぶき県の北には、 ワイガが流れ、南は大別山脈がそびえる。ことぶき県の県内には小さな川が縦横に走っている。ワイガ南岸最大の湖の河原湖の県内にある。ワイガはこの付近で蛇行しており、溢れやすく、その水位を警戒することが、ワイガ流域の治水に大きな意味を持つ。穀物や植物油の生産が盛んで、主な産品は米。 小麦、油菜、綿花など、中国政府の貧困農民不要開発計画の重点地区の一つでもある。ことぶき県の県城より西にある古い町の西洋関は、Y が、川、A 川の三河合流の地であり、千年以上にわたり、物資集散で栄え、大きな加工が設けられていた。当州の前後の時代には、西国があり、戦国時代末期には、 その春申君が受春に封じられた。祖は、旗の圧力に対抗するため、春申君の提言で受春へ遷都し、そのとの意である、栄と改める。その都の城の遺跡は、現在のことぶき県県城内にある。県城の南には、その大臣の孫縮号が築いた、大きな推理施設、釈碑があり、ワイガの水を一体に考えしている。 この推理施設は原則にし、ダムとして、現役で使用され、全国重点分物保護単位に指定されている。その滅亡後、信代には、従春に改名され、三十六軍の一つ、旧高軍の地所となった。漢の初期の頃は、外西欧のエーフが、ワイナン王に封じられ、その王都となっている。ワイナン王であった龍安はこの地で、ワイナン孔を表した。五漢末期、 演術は、樹春をとに皇帝を称した。三国時代の義の後期には相次いで、大きな平変が発生した。東進の時代、河北を制した前進が南西を行い、樹春の八甲山にいたり、翡翠で、東進軍と激突した。これが、翡翠の戦いであり、前進軍が、総崩れになり、改装した。投げ鞭断流、牛、風船隠れ、 草木開閉などの古事聖語はこの戦いが起源である。ことぶき県県上の通門、図及び備等は、樹春をことぶき州と改名した。当時、この地で起こった、樹州洋は古代中国の著名な陶器の生産地で、その産品は南北の風格を兼ね備え、長野に広く受け入れられた。宋代には、樹春府が設けられた。この時期、 呪春の名門一族である漁氏は両エビス館、旅行所、旅行、筆、文彦博、負、筆など、多数の分身や最小を排出し、一時は県政を振るった。そうが気づいた白章は、今も残り、中国でも最も保存状態が良い七大古城章の一つに数えられている。この城壁は洪水を防ぐ能力の高さでも、特筆すべきものである。 1991年に長江とワイガが大洪水を起こした際も、受春古城は30万人の避難民を守った。当時の国務院総理の李法は、洪水の視察に来た時に、ヘリコプターで受春の城壁に降り立っている。秋夜には、ことぶキ州に改名され、新末には、太平天国の指導者の一人であった、栄王陳玉星が、ことぶキ州で捕まっている。 1912年、ことぶき州は、ことぶき県に改名されて、現在に至っている。1986年には、ことのことぶき県は、国家歴史文化名城に指定されている。ことぶき県県城の中の町並みは、壮大の格式や風情で知られていたが、近年の地方政府による、再開発で、町並みや景観は著しく破壊されている。ありがとうございます。